皆さんこんにちは、あゆぶしょうです。たまに100円ローソンでたまたま、モーの なんと新しい味を見つけたんで紹介していきたいと思います。最近かどうかわからないけど、まあとりあえずはこちら、じゃん、モーダブルフロマージュです。なんとこれが、2種類の、チーズアイスです。滑らかな日ひととき、いつものキャッチフレーズですね。全体的に見るとこんな感じです。めちゃくちゃうまそうですね。しかも、使用しているチーズが北海道産、マスカルボーネ使用ですね。いやー、なんかこれクリームチーズみたいなものですね。早速ですが開けていきましょう。いやこれもう久しぶりに食べるな、本当に。匂い、なんだろう、なんかチーズケーキに近い匂いがしますね。2種類のチーズ。まあ早速ですかね、実際のアイス食べていきましょう。それではいただきます。なんとこの黄色の部分と白の部分になりますね。味がなんかチーズケーキであればなんかレモンが入っている味もしますね。やっぱりアイス、ダブルフロマージュのアイスで例えるとレモンチーズケーキですね。味がもうチーズ、もう例えばあのクリームチーズにあのレモンを入れるとすんじゃん。でそれを混ぜてあのチーズケーキの中の味にあのレモンがなんかほんのり甘くて混ざった感じがしている想像ですね。まああとは食べていきましょう。ごちそうさまでした。はい、モーのダブルフロマージュいかがだったでしょうか。まあ、味の感想としてはあの2種類のあのチーズアイスが使われているのと、あの味がさっきと同じことなんですけど、あのなんか後半がなんか途中レモンの、たまにレモンの味が聞くこともありましたね。もうレモンチーズケーキのようにめちゃくちゃ美味しかったです。皆さんもぜひ買ってみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。バイ。